はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もハーバード心理学楽しく学んでいきましょう。いよいよですね、まあ、1月も折り返しに差し掛かってきて、まあ、1年のですね、24分の1が終わったというところですね。もう半額過ぎてみればあっという間っていう感じがしますよね。ということで、今日16日目のテーマは一体何かっていうと、バンということで一貫性を持つということですね。まあ、2週間もね、新年が明けて経ってしまうと、やっぱり目標をね、これを達成するっていうことを決めたりとか、ね、こうするっていう行動の、なんか、なんて言うんでしょうね、まあ目標っていうかね、まあ行動をこうやっていくっていうことをいろいろとね、計画立ててたと思うんですよね。それ、皆さん今も続いてますかっていうことなんですよね。なかなか痛いところついてくるなと思うかもしれないですけど、僕自身に聞かせてるんで皆さんご安心ください。ということで、やっぱり決めたことを最後までやりきっていくっていうことも大切だったりするんですよね。ということで、改めて、まあ2週間経ってみて一貫性を持つっていうのはちょうどいいことじゃないかなというふうに思います。言行一致なんてよく言いますよね。言ってることとやってることが同じかどうかっていうことを言います。で、例えば何かっていうとこんな感じですね。政治家が公約を守ったりとか、まあ実際に、ね、まあ、本当に守ってるかどうかっていうのは別にしまして、ね、友人との食事の時間を守るとかっていうことを言ったりしますよね、うん、で、自分が言ったことを普段どれだけ実行できているのかっていうことを改めてですね、振り返ってみていただけたらと思います。で、多くの人っていうのは実は守ったとか守れなかったっていう0か100かで考えていることが多いんですね。で、その考え方っていうのも当然大事なんですけど、自分のメンタルとかそれから自分への信頼度っていうのを上げていくためとか安定させていくためにっていうのは、守るためにどうしたかという行動によって人からどれだけ尊敬されますかとか、自分のことを信頼できるかっていう評価っていうのが決まってくるんですね。だから一貫性を持った行動を取ることができるかどうかっていうことに準拠してるわけなんですよ。だから自分の行ったことを実行するっていうことによって自己信頼感が生まれるということなんですね。で、結局自信を持ちなさいとか、もっと勇気を持ちなさいとかっていろんな人に言われたりとかするんですけれども、そういうのって自分との約束をどれだけ守ることができているのか、上でいうところの言行一致がどれだけちゃんとできているのかっていうところが結局ね、関わってくるというところなんですね、はい、だから一貫性を持ちましょうっていうのがこのあたりのテーマに出てくるっていうわけなんですよ。2週間も経つと自分との約束でこういう計画で1年進めていこうとか、こういう目標を持ってやっていこうっていうふうに決めるんだけど、結局それがなかなかうまく実行できなかったりとか、忙しさに暴殺されてしまったりとかして、で、気づけば腕立て1日30回やるとかって立てた目標も途絶えてしまうとかっていう形になるんで、それをなんとか挫折を防いでいきましょうっていうのが今日の大きなテーマになっていきます。ということで、本日のワークは一体何かっていうと、有言実行を身につけようということですね。まあよく言う習慣化のお話なんかでもやったりしたので、詳しいお話はそちらなんかを見てもらえたらいいと思います。で、どんなことをするかっていうと、身近なことから自分との約束を守れそうなことをやっていくっていうことなんですね。例えばどんなことかっていうと、この1週間は朝8時に会社へ出社するとか、子供と遊園地に行く約束を守る。まあ、1都3県の方に関しては今緊急事態宣言も出てますから、まあ、ちょっとなかなか行くのは難しかったりすると思うんですけど、子供と遊ぶ約束をしたらそれを守るっていう感じですね。それからまあ週3日運動するとかですね。で、こういったことを自分への約束事として1ヶ月ぜひ続けてみていただいて、で、1日の終わりに、それぞれの1日の終わりにですね、約束を守ることができたかどうかっていうことをノートなんかにこう記録として残していくっていうことをぜひやってみてください。で、こうは言ったものの、ただし注意点っていうのがありまして、もうね、初めからね、ハードなものっていうのは絶対設定しないでください。もうやって絶対うまくいかないっていう自信があります。僕はあえて言っときますね。運動してなかった人っていうのが正月太りでお腹タッポタッポなってきたから、もうしゃあない、1日5キロ走ろう、絶対続きません。5キロって普通に走っても多分、これまで運動してなかった人がやろうと思ったら40分とか50分くらいかかるようなね、距離になりますから、はい、僕が一生懸命今の段階で走っても25分かかるかとか、まあ、キロ5分ペースで走るかどうかっていうところですね。まあ、無茶すれば4分で行けるかもしれない、4分で走って20分で行くかもしれないですけど、かなりしんどい距離なんでね、そんな現役の高校生でもなかなかその距離で走る、まあ、駅伝の選手とか別ですけどねっていうくらいの距離なんで、1日5キロ走る、これかなりハードル高いと思います。それから1日タバコね、2箱40本吸ってた人っていうのが0本にする、これも絶対続かないと思いますね。もう0100の話じゃないですけど、そうしてしまうことによってもうなんかもうイライラしてしまって、もうイライラするくらいだとタバコ吸ってまいって絶対走ると思うんでね、
とか1日全く勉強しなかった人が8時間私勉強すんねん俺勉強すんねんってやったところで、まあ30分で、しんどくなってしまうというところがオチになりますわなっていうことなんですよね。だからいきなり無茶な目標っていうのを立てたとしても絶対挫折します。だからこのワークでは自分との約束を守れるようになるための訓練っていうのが主な手段になってきます。大切な目標になってきますから、初めから守るのが難しいとか、それから守れるか守れないかギリギリのところの設定をしてしまうと、できなかった時に自分に対する自己信頼感っていうのをどん底に叩き落としてしまう危険性がありますんで、そうじゃなくって最初もゆるゆる、こんなんもう飛ぶとかじゃなくてもまたぐだけで OK やんとか、またぐって普通に歩いてたらなんか飛び越えられるやんっていうくらいの低い低いハードルで構いませんので、自分との約束を守るっていう癖をつけていこうというのが目的になっていきます。で、これに関しては通常は大体まあ2週間くらいで効果が出始めます。で、できる約束からぜひ始めてみていただいて、守ることができるっていう自信が、自分との約束守れんでこれっていう自信がついてきたところで、徐々に徐々に負荷を上げていって、で、少し難しい約束にチャレンジしてみるっていうのは全然 OK です。で、自己信頼感、要は自分がこういう目標が出ます、こういう約束を自分にしますっていうのを繰り返すことによって、自己信頼感っていうのが高まっていけばいくも、高まっていくほど、行動力も上がっていきますし、やりたいことをやるっていう実行力にもつながっていきますし、それから人からの尊敬も信頼も得られるようになってきます。うん。で、逆に考えると、皆さん自身のこと考えてほしいんですけど、約束破りまくる人のこと尊敬できますかと、信頼できますかっていうことなんですね。だから、自分との約束を破るっていうことも、自分のこと尊敬できなくなってしまいますし、自分信頼できへんわっていうふうになってしまいますんで、だから、小さな約束を守り続けることによって、改めて自己信頼感も高まるし、実行力も上がるし、人からの尊敬も得られるようになるということなんですね。だから、小さな約束を、小さな約束を守り続けるっていうもういいことしかないんですね。 ですからぜひ小さな約束をやってみていただけたらというふうに思います。ちょっとねここに書くのを忘れてしまったんですけど、じゃあ具体的にどんなことっていうと、まあ、さっきのね朝8時に起きるとか、あごめんなさい、朝8時に出社をするとか、それから子供との遊ぶ約束を守るとか、週3日運動するとか、でこれですらハードルが高いっていう方に関しては、例えば1日腕立て1回をするとか、タバコを1日1本ずつ減らしていくとかっていう風に、自分にとってこの程度やったら負担感じへんなと、いつも生活過ごしている中で何ら変わらないなっていう程度の約束を毎日立ててやっていただいて、でそれをできたかどうかっていうのをノートにぜひ書き出していっていただけたらという風に思います。でそうは言っても最初なかなか約束を守ることもできなかったりするケースもあるかと思うんですけど、約束10個立てて最初は3つしかできませんでした、でそれが4つ、5つ、6つ、8つ、9つっていう風に増えていくと、自分が立てた目標とか約束に対して守れる数の方が増えていくと、最終的にまた自己信頼感っていうのが高まっていきますんで、結局はいいことづくめにつながっていくんですね。だからぜひやってみていただけたらという風に思います。ということでですね、本日の最後に今日の動画は以上となりますので、今回の動画が役に立ったなとか面白かったっていう方に関しては、ぜひですねチャンネル登録とそれからグッドボタン押していただけると非常に嬉しいです。ということで、次回の動画でもお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。